どうもこんにちは。今回はローランドのね、アンプなんですけど、まあ、僕はねこれ普段よく使ってる、キューブライトモニターってやつなんですけどね。まあ商品レビューね、されてる方結構ね多いと思うんですけど、まあ、特別にね新しい商品でもないんですけど、うん、僕のねギター仲間とかなんかも結構持ってるやつがいて、だけどまあ何て言うかな、 MP プレイヤーとかね、スマホのスピーカーとしてね使ってるやつが多くてね、あまり使いこなしてないかなっていうのがあってね。でこの前ちょっとね集まりがあった時に、まあ、ちょっとこのライトモニターの話になってね、うん、で結構まあフル機能を使ってるのは僕ぐらいだったんですよ。でその時にまあちょっとよくわからんっていうやつにね、ちょっと説明してたんですよこの前ね。だからひょっとしたらねこれ持っててもあんまりどうやって使ったらいいのかってよくわかんない人いるかなと思ってね。じゃあまあ一回説明のね、ビデオをちょっと撮っちゃおうかなってことでね、今日、やることにしました。基本的にはね、普通の入力ジャックがね、ステレオでね、この 6.5 の標準がね、2つあって、ま、ラインでステレオで、入れたりね。で、ま、マイク入れて、ま、もしギター、アコギとかなんかでね、ラインに1個入れて、歌いながら弾き語りやって、撮るってことももちろんできるんですよ。で、まあ、ライン2つね、右左、の時はこの、ステレオとこに切り替えるとね、ラインとして、ラインのモニターとして使える。で、マイクはね、片方をこう、モノラルになっちゃうんだけど、片方を1個つないでね、マイクに切り替えれば、普通のマイクのアンプとして使える。で、トーンコントロールね、もちろんこのバスト、ミドルとトレブル3つね、音質、トーンコントロール補正がついてて、で、あと、リバーブとね、これ、回し切っちゃうと、このエコーがかかって、まあ、ディレイだね、かけれるわけなんですよ。重要な部分というか、この要の部分がね、この、マイクロキューブのね、モデルチェンジ品の、かなり前に出たマイクロキューブ GX っていうのから搭載され始めたんだけど、この、iキューブリンクっていうね、こう端子なんですよ。普通の 3.5 のね。で、もちろん普通の今まで通りの3極プラグのね、ステローのジャックとしてもね、入力ジャックとしても使えるんだけど、で、これね、なんでこの i キューブリンクって書いてあると、これ iPhone とかなんかね、4極プラグを使ってね、直接つなぐと、誠にね、便利な端子なんですよ、これ。こういう普通の4極プラグあるじゃないですか。うんね。で、これを、iPhone の方のね、このヘッドホンジャックというかね、こう、つなぐじゃない？こうやって。ね。そうしたら、この逆側をね、この i リンク端子に、こう、つなぐとね、キューブライトとね、iPhone がダイレクトにつながったわけなんですよ。じゃあ、これは何をやるかというとね、まあ、よくこれ今、僕、ビデオはね、これ、ビクターのビデオで、外部にね、コンデンサーマイクつないで今、撮影してるんだけど、最近はね、まあ、気がついた時にちょこちょこって、撮りたいから、まあ、わざわざビデオを出してきて、マイクつないでってことは、まあ、最近やらないんですよ。うん。で、ギター弾いてね、マイナスワンかけて流して弾いたりとか、まあ、ちょっとエレキだけね、弾いてる動画はもうほとんど、iPhone で撮ってることが多いんですよ。うん。で、その時に、まあ、iPhone の方のね、内蔵マイクとかでじゃなくてね、このインターフェースつないで、撮るわけなんですけど、そのビデオ撮影の時のインターフェースとしてこれ使えるんですよ。うん。で、もちろんね、こっちをプレイヤーとしてね、再生して、こっちに流してね。で、一緒にエレキを弾いてってことももちろんできるんだけど、この i リンク使うときに何がいいかというと、このビデオ撮影するときの音声のインターフェースとしてそのまま、使えるんですよ。
さっき言ったこの入力端子ね、ラインが2つあってね、まあ、あのマイクの時はまあ片方につないでね、モノラルに切り替わるんだけど、で、この音量ね、であとバース、ミドル、トレブル、音質がね、あって、で、これコントロールできるんですよ。で、通常は、この入力に入れたやつをね、音声、音色ね、トーンコントロール聞かせて、で、演奏したり歌ったりするわけじゃないですか。で、それをiPhone にそのまま送れるんですよ、音。で、もちろん、その時は、この音質補正はね、このエフェクトとね、音質補正はかけれるんですよ。うん。で、もし、低域を増やしたかったら、低域増やした時の音が、iPhone にもそのまま送られるから、ビデオ撮影しながらね、撮るときに、まぁ、ちょっと、低域をカットしたいなとか、高域をカットしたいなっていうとき、便利なんですよ。で、ただ、このボリュームはね、ダイレクトに送られるもんですから、モニターとして聞いてる音は、に、送られる音はね、左右しないんですよ。音量に関してはね。うん。だからこれはまた便利な、とこなんですよ。で、僕は特に夜ね、演奏したりとか、ソロビデオに、夜中に撮るときにね、音をちょっと小さめに演奏してね、だけど、録音するときの音はね、ちゃんと、入れたい。うん、まあ、一般的に言われるバリアブルモニターっていう形なんだけど、で、逆の考え方もあってね、音量を変えれないんだったら、不便な時もあるんじゃないかっていうふうにね、言われると思うんだけど、確かにそうなんですよ。もし、音量を、ね、録音、インターフェースとして使った場合の音量を変えたいんだったら、まあ、中間にね、こっちのプラグにインする前にね、フェーダーをかまして、やった方がいい場合もあると思うけど、まあ僕は今まで、普通に使ってる時にはね、あんまり、不自由を感じたことがないから、まあ、当分は僕はこのままでいいかなって思ってます。まあ、中にはね、そういう方もおられると思いますけど。で、ね、この中にはね、まあ、人それぞれで、この音質、録音インターフェースとして送られる音を、まあ、補正かけないで、ダイレクトに iPhone の方に送りたいっていう人もやっぱり、あると思うんですよ。あとでね、ソフト上で、音質を、変更したりするときに、まあ、フラットな状態でね、iPhone の方に、音を録音したいっていう人もあると思うんですよ。まあ、その時には、この入力、